親がやらせようと思ったことから順番に嫌いになっていきます。だから大抵の子供は一番最初に勉強が嫌いになるんです。赤ちゃんがいろんなことを自由にやるのと同じ感覚で、面白いなこの子はって見てれば、絶対に勉強嫌いの子供にはなりません。得意か不得意かではなくて、興味があるかないかということだと思うんです。で、興味がないことをいくら無理にやらせても絶対得意にはならないです。興味のあることにのめり込む。で、そのことによって学力を磨き、自信をつけていく。自分に合った生き方を見つける。それが一番大切なことです。試験で点数を取る能力っていうのは学力のごく一部分に過ぎません。学力っていうのはイコール生きる力だと言ってもいいと思うんですよ。自分なりの判断で行動して、で、結果に対する責任を自分で負う。そういうことが早い段階で身についていれば、自分を粗末にするようなことなんかしないし、今まで自分が積み重ねてきたものを壊すようなこともしないと思います。だから学力を試験に受かるための力っていうふうな狭い捉え方は絶対にするべきではない。生きる力、学力こそが生きる力であると思います。で、一番大事なのは自分に合った生き方を見つけること。親に聞いたってわからないです。自分でしかわからない。子供って私自身もそうでしたけど、あんまりものを考えて生きてないんですよ。楽しいか楽しくないかだけなんです。楽しそうに取り組むことがあるんで、この楽しそうに取り組むっていう環境を守ってあげれば、勉強しろって言わなくてもいいし、宿題やってこいって言わなくてもいい。子供をペットのように捉えて、ペットにいい服を着せるとか、コンクールに出して賞をもらうとか、それはペットのためなもんじゃなくて、飼い主の自己満足に過ぎないですよね。ペットはそれでいいんですよ。愛玩動物ですから。自立させる必要もない。でも子供は自立して、親がいなくても、親が死んでも一人で生きていかなければいけないんで、そうするためにはやはり自分の向いてるものをちゃんと見極めて、そっちの方面で成長していくしかないと思うんです。教育の部分っていうのは、その従わせてても、要するに自発性というのが生まれてこないんで、それは従わせれば従わせるほど、その子の学力は伸びない。人として成長できなくなると思います。